の四十九日のレシピのオファーをいただいたときに、うん、受けようと思った一番の理由ってどこだったんですか。やはりその作品の中に描かれている亡き人の言葉の四十九日を盛大にやってほしいという、うん、なかなか、うん、死に際ね、遺言とか大事なものをどうしてほしいとかそういう遺言あったにしてもそんなハッピーなことを言える手紙を残していく人はなかなかいないなと思ってそんな言葉をぜひ私が実現したいと思ったというか盛大にしたいなしてあげたいなと思ったというか。長作さんも人生生きていく中でいろんなこう大変なことあると思うんですね。でもその中でこう前向きに生きていけるコツってご自分では何かお持ちですか。いやもう目の前のことに必死になるってだけですね。目の前に出された課題をとにかくそれをどう、超えていくかというか、どう自分のに充実させてそれを終わらすかということで必死になってると気がつくと1日経って気がつくと1週間が過ぎ1年が過ぎっていう毎日に今はなってますね。特にその大宴会のところっていうのは一つの見せ場であり、はい、物語の大きなキーになるわけじゃないですか、うん、でもあそこ大人数でしたし年表を作るところっていうのはもう私もね涙が出ちゃってしょうがなかったんですけど、あの年表なんかも最初本当にあれをこう並べられた時にリアルに愕然としましたからね。え、これ本当に全部埋められるのって思ってどうやって埋めるんだろうと思ってたんですけど、本当に実際のそこにいるスタッフが本当のことを書いていて、だから実際に起こったこと実際に自分たちが過去感動したこととかがリアルに書かれてるんですよ。なんかそう思ったらまた素敵だなと思ってて、で私そう心残りが一つあるとすればそこに私も書きたいと思ってたんです、うんうん、リアルに自分の長作ひろみとして何か書き残したいと思ったんですけど、それがちょっと結局いろいろ現場に追われて書けなかったというのが今最大のこう残念なことだなと思ってるんですけども、うん、フラダンスは今まで長作さんはやられたことはあるんですか。いや初めて今回この作品で踊らさせてもらいました。でも役柄としては初めてそこゆり子も初めてフラダンスに出会うところだったので、うん、音源も聞かず振りも特に習わないでいいですよねって確認してそれでそのまま、はい、現場に行きました。本当に指先とかのあれどういう筋肉なんですかね。止まってるようにゆっくり動いてるっていうなんかしなやかさと、うん、カチンとした感じとすごい不思議な動きだなと思いますね。またフラダンスやってみたいですか。ああ気持ちよくなるんでぜひそうですねやってみたいなと思いましたね。あの時もそうですか、はいはい。まあ、今日はうん、さっきちらっとお話はもうすでに聞かれてると思いますけれども、うん、ここにフラダンスをね実際に習ってらっしゃる生徒さんもいらっしゃいますし、うん、はい、で長作さんがさっきおっかを送り出したい気持ちでこの映画出演したっていうのもありますので、はい、大宴会のフラダンスのシーンをマスコミの方々を前にご披露、はい。久々に踊ってみて、なんかでもやっぱり震えますね心がっていうか、ね、とってもなんかすがすがしいというか現れた気がします。長作ひろみさんでした。